中人防寒または、ミュラー観とは発生途中、両側にできる管で女性の卵管や、子宮や、膣の上半分の元になる。尿性殖体の側面を走っており、ミュラー球で終わる。中人防寒は中肺を由来である。中人防寒は、女性では発達し、男性では、退縮する。中人防寒は、 尿性殖体の上皮の全側面が縦方向に貫入することでできる。頭部方向では管は復腔に向けて煙突状に開いている。中人傍管は男女両方の肺に生じるが女性だけが第一次成長で生殖器として発達する。一方男性では第一次成長で中人貫が生殖器として発達する。女性では 中人管の前で左右の管が接近し合い融合して Y 字状になる。この融合したところが子宮と筒の一部になり上部の二差に分かれたところが卵管となる。一方男性では退縮し、清掃水などで痕跡的に見られる程度である。中人房間の発達はセルトリ細胞が分泌するコーミラー管ホルモンによって調節される。 このホルモンを高度する遺伝子のプロモーター領域に結合するのが SOXQ であるがこれは SRY により支配されている。また SRY は SF-1 も活性化し SF-1 は SOXQ と共同して部の転写レベルを上昇させる。すなわち SRY が発現するとコーミュラカンホルモンができ中人房間が退縮し 中人間が発達するようになる。一方、このホルモンがないと中人房間が発達することになる。ミュラー管の気形には様々な程度のものが存在するが、気形に関する合併症では月経モリミナや不妊症、不育症が見られる。車中核を合併した重複子宮や副核非交通性単核子宮では、 月経血が排出できずたまり下腹部痛を起こす、月経、森ミナを生じ、中核子宮では、不妊症、不育症を呈する。卵巣はあるが、膣子宮がほとんどない先天的疾患としては、ミュラー肝無発生が知られている。中人房肝は、ミュラー肝とも呼ばれるが、これは、ドイツの生理学者であったヨハネス・ペーター・ミュラーが1830年に、 自身の著作である、ビルトングスゲシックのデアジェモテイリアンで記述したことによる。ありがとうございます。